TXN ネットワーク、TXN 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 ネットワークは、テレビ東京を、キー局とする日本の民間放送テレビのネットワークで、ある。キー局であるテレビ東京のコールサインが、ジョキックス DTV であるため、TXN と命名している。正式名称は、TXN ネットワークで、その略称が、TXN だが、 N の部分については、ネットワークと、あえて重複させているのか、もしくはニュース、やネイシャンワイド、国内広域など、多義的な意味を持たせているのかについて、公式の説明はない。そうした理由から、TX ネットワーク、TX ネットワーク、テレビ、東京ネットワーク、TV 東京ネットワーク、テレビ、東京系列、TXN 系列のように様々な別名で呼ばれる、ことがある。 他のネットワークとは異なり、旧正のメガトンネットワーク時代からニュースネットワークと番組供給ネットワークとの区別がなく番組供給ネットワーク機能の一部にニュースネットワーク機能の TXN ニュース協定が含まれている。また TXN が正式に発足する以前は他系列とのクロスネット局も存在した。テレビ愛知開局前の中京テレビと 超年点時代の毎日放送がこれにあたる。まず、前社は開局当初、テレビ朝日、当時の日本教育テレビ、ネット系列を主体としながらも、日本テレビ系列、この当時、中京テレビは NNNNS には加盟していなかったとの、クロスネット局して開局したが、集中排除の原則から、中日新聞社が出資することができず、 日本経済新聞社の出資を受けることになったことから、それが縁で、東京中にチャンネルテレビ東京とのネットワーク関があった。ちなみに、中京テレビは1973年4月に NNNNS に加盟し、日本テレビ系列マストバイ開校したが、1983年のテレビ愛知開局までの間、日本経済新聞社の出資が継続されていたため、 ネットワーク関係があった。次に、毎日放送は1960年の5社、連盟発足以降、当時のネット系列が主体であったが、1968年に日本科学技術振興財団が経営危機に陥った際、毎日放送が放送番組制作会社を請け負う、東京12チャンネルプロダクションを出資し、高橋晋三が、 東京12チャンネルプロダクションの締め役に就任して、支援に打って出て、1975年の朝日放送、現、朝日放送テレビとのネットチェンジまで、クロスネット局を継続した。その後、毎日放送は、ネットチェンジによって、TBS 系列局マストバイ局に移行したが、超年転時代の名残から、TBS 系列マストバイ局移行後も、東京12チャンネルテレビ東京の、 主要株主と品を連ね、現在でもテレビ、東京ホールディングスの主要株主上位10位に名を連ねているほか、ごく稀に、番組販売の形で、テレビ、東京番組をネットすることもある。例、2012年に放送されたテレビアメ、貧乏神が、TXN が正式に発足した1989年4月1日以降、他系列とのクロスネット局は存在しない。 民放テレビの系列局が20局以上存在する他、系列とは異なり、テレビ東京を含む地上波では6局しかなく、また大阪、名古屋の系列局は広域放送ではないため、カバーする範囲は狭い、視聴できるエリアについては口実。そのため、テレビ大阪とテレビ愛知の両局は、先発民放テレビ4局と同じ、放送対象地域の民放テレビ局ではない。 この両局は開局する意味、周辺府県に民放独立テレビ局が開局している影響があるが、テレビ東京、テレビ瀬戸内、テレビ北海道、TVQ 九州放送の4局は、先発民放テレビ4局と同じ、放送対象地域の民放テレビ局であるテレビ、東京は、同局開局以前に、周辺府県に民放独立テレビ局が開局、存在していないからであり、 公述した他の3局は、このぼ根の放送対象地域内に民放独立テレビ局が開局、存在していないかである。テレビ東京を除く配信元の系列局テロップを表記している。例、TXN テレビ北海道、TXN テレビ愛知、TXN テレビ大阪、TXN テレビ瀬戸内、TXNTVQ。なお、者表記に、 系列局名が表記されている場合は、基本表記はしない。TXN に加盟している放送局は、すべてテレビ単営局である。ロゴマークの色は原則水色で、と表示していた。1998年10月にはロゴが変更されていたが、2016年11月4日に18年ぶりに変更した。TXN 加盟局の地上デジタル放送。 BS デジタル放送の系列局 BS ジャパンも含むのリモコンキー ID はテレビ愛知の10を除き全て7である。これにちなみ2007年から2011年まで毎年7月に特別番組を放送していた。この背景には2011年7月24日のアナログ定波が目前に迫りアナログチャンネルからデジタル7。 テレビ愛知は1ヤンレルに変わることを広く周知するという目的があった。1997年10月1日から2003年3月までの間は同時ネット番組の終了明け15秒にウェザーブレイクという簡単な天気予報が自動喪失で放送されていた。これはかつてローカル局と言われたテレビ東京の放送エリアにおいて頻繁に天気予報を放送していた。 東京 MX の影響ではないかと見られている。他系列では見られなかった放送形態である。この天気予報は直前の番組と一体的に放送されており、系列ぐるみで放送していたほか、地上独立テレビ局で同時ネットしたつぼねにもそのまま放送されてた上、テレビ東京ではローカル番組の終了明けにも放送されていた30秒バージョンも 開局から4年後の1968年に経営破綻した東京12チャンネルの再建支援のため在会を中心として株式会社東京12チャンネルプロダクション現在のテレビ東京の法人格当時はテレビ番組制作会社が設立され同社に出資した日本経済新聞社と毎日放送の2社が経営再建の中心的役割を果たしたこの時 当時ネットテレビ、現、テレビ朝日の系列局であった毎日総は、日経からの要請で、自ら、キー局宣言を行い、翌1969年10月に、ネットとのクロスネットという形で、東京中にチャンネルともネットワークを結び、共同制作番組を立ち上げたり、両局の番組を供給し合うなどして、関係を強化した。しかし、 TXMBS のネットワークは1975年3月31日の超年点ネット解消に伴い消滅することとなり、東京12チャンネルは再び独立局へ戻ることとなった。その後、1982年3月1日にテレビ東京で初の系列局であるテレビ大阪が開局。これと同時にメガトンネットワーク、メガトンネットワークという名称で、 テレビ東京の全国ネットワーク地区がスタートした。メガトンの意味は、日本三大都市地域のメガロポリス東京大阪、名古屋ネットワークを略した造語である。このメガトンという名称は、テレビ大阪が開局した1982年3月1日から1989年3月31日まで使用されていたが、百八十三年九月一日のテレビ愛知、 TVA の開局をもって、メガトンは一定の歓声を見。ちなみに、かつて放送されていた音楽特番のタイトル、メガロポリス化要塞はこのネットワーク名に由来する。なお、発足当時はまだテレビ愛知が開局していなかったため、メガトンの意味を、メガロポリス東京、大阪ネットワークのように説明をしていた。この時同時に、それまで通称であった TX が正式に、 テレビ東京、TV 東京12の略称、通称としてめられた。1985年10月1日には、岡山県と香川県、瀬戸内、巡航域県をカバーするテレビ瀬戸内、TSC が開局。メガトンネットワークの名称使用の最後の放送は1989年3月31日で終了した。なお、重さの単位である T、 トンより大きいメガ T、メガトンとは関係ない。1989年4月1日には、テレビ、東京系列フルネット5局で構成する TXN ネットワークが誕生した。ネット名称は TXN。当時のキャッチフレーズは、熱い鼓動が伝わりますか、TXN ネットワーク名。この時同時に、それまで通称であった TX がテレビ東京のコールサインは、 ジョティックス TV であった正式に略称、通称として定められた。なお、1989年4月1日の t x n 制定時点では、北海道、テレビ北海道、TVH と福岡県、t v q 九州放送、t v q の開局を視野に入れていたようであるが、実際、1989年10月1日に TVH が、 1991年4月1日には TVQ がそれぞれ開局し今日に至っている。最初は X の上に横転三角の図形マークが施されてたが1998年より撤廃。今後のネットワーク拡大構想に関しては5府県、進出計画の不思にて触れる。2017年現在フルネット6局で構成されている。また、 放送対象地域、地上波での視聴対象区域は、合計で13都道府県である、視聴できるエリアについては口述。以下の国内1、海外8支局はすべてテレビ東京が開設、運営しており、日本経済新聞社の取材網とも連携を取る。テレビ東京の独自支局がない地域では、日本経済新聞の独自支局が、テレビ東京の取材を行う。 あるいは日経が買収したフィナンシャルタイムズの記事を引用することがある。海外支局員の名刺はテレビ東京社員にはテレビ東京が支給するが日経出身者は日本経済新聞社から支給された名刺を渡した上でテレビ東京の取材である旨を口頭説明する。ここでは全国ネットワークを本格的に構築する1980年代以降テレビ 大阪開局以降の動きについて述べる。東海、近畿両地方の岐阜放送、琵琶湖放送、奈良テレビ放送、テレビ和歌山の地上独立テレビ局4局は、おおむね TXN 系列と遜色のない番組編成になっているが、これらのつぼねはあくまで独立系列局のため、スポンサードネット番組を除き TXN から番組を購入する番組販売という形をとっており、 CM を差し替えている。また、衛星によるセーフティネットの対象外ともなる。なお、これらの独立テレビ局では、ニュース番組で映像を提供したり、稀に、ニュース番組で、各独立テレビ局のエディア内から中継を行う、こともは。なお、見えテレビ放送も、同様に、TXN 番組のネットを多く行うが、同局は開局、並びに、 TXN が発足してから一貫してニュースネットを行っていない。その他在京4キー局系列でも地方で TXN の番組をテレビ、東京メディアネットを通すことによって番組販売の形で放送しているつぼねが多く存在する。加盟局がない地域が非常に多いため TXN の番組の一部には地方局の編成に考慮した一部シーンをカットした短縮版や 通常編成番組の2時間以上に拡大された放送回を1時間ごとに分割したものに通常編成番組の合体特別番組を番組ごとに分割したものが用意されている他の放送ネットワークはこのような措置をとっていないこのようなネット体制のため過去の放送回を使う場合はテレビ東京系列のみがテレビ東京放送を放送日の後につけることになっている 他のネットワークが加盟局のない地域及びクロスネット局となっている地域で同時ネットすることができない番組において平成新局を中心にネットの対象から外れているつぼねがあるのに対し TXN ではすべての民放テレビ局が対象となっている地域が非常に多いのが特徴となっている特に佐賀テレビにおける現時点の多系列のネット番組に関しては すべて TXN の番組である。地方の民間テレビ局のページ、並びに、それぞれの TXN 加盟局制作の番組のページを参照。TXN は系列局が少ないため、各系列局の担当エリアのほか、大事件や大規模災害時は、基本的に取材能力の関係からテレビ東京が全国を取材している。そのため、同局の中継者には、 BS テレビ東京の映像を受けて中継できるように BS アンテナが設置されている。なお、他局の中継者は地上配用アンテナを設置している場合が多い。テレビ、東京以外にもテレビ、大阪など系列局も応援として担当エリア外の取材を行うことがある。ほか、共同通信社の映像配信を受けて放送に使用するケースや一部の地域では 協力関係にある日本経済新聞社の記者や通信員が第一報を取材するケースもある。岐阜、三重、滋賀、奈良、和歌山の各県及び鳥取県の一部地域での取材に関しては、それぞれの地上独立テレビ局が取材し、素材を提供している。かつては京都府も同様であった。その他、自衛隊や国土交通省、 海上保安庁といった国や地方公共団体が撮影し、マスコミ各社へ配信している映像を使用することもある。遠隔地でのニュース映像の素材の伝送は、各地の NTT コミュニケーションズ地域、ネットワークセンター内にある設備から、TXN が確保している NTT 中継回線で送信できる。2000年代頃からは、機材の発達などもあってか、 系列局が対応できる場合は、系列局が出向くケースが拡大している。また、地上デジタル放送のデータ放送の天気予報でも、一部系列局は、下記のエリアが反映されている。なお、データ放送トップページ画面は、系列各局統一で、特進型と称したメニュー画面が表示され、日経平均株価と設定した現住所の市町村地域天気画面が表示される。 選挙、台風、地震などのほか大きな事件、事故の際に特別番組を編成、放送する。開票状況を伝える、特別番組を放送。出口調査などを駆使して、早く、わかりやすく伝える。TXN 側は、系列局の少なさを逆手に取り、都市型ネットワークを標榜系列局が人口の多い地域に集中しており、6社で、 全国世帯の7割をカバーしているとして、CM 執行が効率的であることをアピールしている。また、TXN の一部の番組は、BS テレビ東京で全国放送されたり、ネット配信サイト、トベイヤーネットも、テレ東で放送終了直後に視聴可能な上、TXN 系列局がない地域においても、多系列の放送局に多販売されていることから、大部分は、 全国的に主張することが可能となっている。しかし、報道取材に関しては、系列局の少なさが、ネックで他系列と比較して手薄であり、素材を共同通信社など外部に依存するところが多い、報道体制の項目を参照。テレビ東京1979万7000世帯。 テレビ大阪754万6000世帯テレビ、愛知450万6000世帯 TV9 九州、放送322万6000世帯テレビ北海道269万7000世帯、テレビ瀬戸内126万8000世帯。TXN 世帯数より、市町村別ロードマップより。ただし、ここで示されるデータは、平成12年の国勢調査に基づき、 作成されているため、現在とは大幅に異なる。蒸気テレビ、東京メディアデータ版を参照にされたい。TXN は全国展開が難しく、特に政令指定都市を要する宮城、新潟、静岡、京都、兵庫、広島、熊本の7府県では、系列局が現在でも存在していない。また前述の7府県に属する政令指定都市のうち、 静岡市清水区の一部では、テレビ東京を、浜松市の一部では、テレビ愛知を、京都市と神戸市の多くの地域では、テレビ大阪を直接受信もしくは、区域外再送、神戸市西部では、テレビ瀬戸内を直接受信で利用できるが、それ以外の地域では、TXN 系列局の放送を受信するのは、不可能である。2007年5月31日の、 定例社長会見において、地上デジタル放送に完全移行される2011年7月24日を目標2を目指す構想を発表した。ただし、これは当時のテレビ東京社長がコメントした例示であり、事業計画として正式に公認されたものではない。また2008年6月20日に行われたテレビ東京第40回定時株主総会の概要で会社側は見られる。 エリアの拡大について、現在の経営環境では、厳しいと回答し、その後も、目新しい動きは見せていない。TXN 系列6局の放送対象地域は13、都道府県のみだが、対象地域以外、TXN 系列局の放送対象地域内で、ありながら放送エリア外となっている一部地域も含む、でも、パラスタックアンテナなどで直接進するなど、 TXN 系列の放送局を視聴している世帯が少なくない。TX においては、東京諸島を含めて NHK と先発の在京広域民法4局と同数の中継局を設置している。東京12チャンネル時代は後発かつ教育局、さらに系列局が全くなかったことから、先発局と比べて中継局が少なかった。区域外では、 山梨県の大半、静岡県東部の一部、長野県のほぼ東半分、新潟県のごく一部、福島県のごく一部で直接受信、もしくは区域外再放送によって受信できる。テレビ大阪は広域県地域に放送局が存在するが、周辺府県の地上独立テレビ局、特に KBS 京都とサンテレビや、 先発の広域放送民放4局との兼ね合いから大阪府のみをサービスエリアとした県域放送局として周波数が割り当てられた。そのため、生駒山の送信所からの電波が大阪府内でも視聴できない地域が多かったため、単独中継局を大阪府内に複数設置している。直接受信もしくは区域外再放送によって受信できる地域、京都府。 奈良県、兵庫県、徳島県、特例地域に指定の一部もあるが、和歌山県はアナログ時代から全域で行われず、滋賀県もアナログ時代は一部地域で行われていたが、アナログ放送全廃後は技術的な問題もあり、打ち切られた。テレビ愛知も広域県地域に放送局が存在するが、周辺の県の地上独立テレビ局、岐阜ちゃん見えテレビや、 先発の広域放送民放4局との兼ね合いから、愛知県のみをサービスエリアとした県域放送局として周波数が割り当てられた。しかしながら、テレビ愛知の実際の視聴可能地域は、愛知県を含む中京広域県の93%世帯比を占めるほか、静岡県浜松都市県の西部地域の一部、長野県稲地方の一部、滋賀県の国一部で区域外視聴可能。 他の系列4曲、北海道放送、TBS 系列、札幌テレビ放送、日本テレビ系列、北海道テレビ放送、テレビ朝日系列、北海道文化放送、富士テレビ系列とは違い、同等全域、と勝ち、オホーツク、ク路、根室とそれ以外の各一部地域では、視聴不可だった。そのテレビ北海道は1989年10月、 開局時の道地区、札幌、小樽、苫小牧の一部から順次、旭川、室蘭、函館各地域の一部と開局。これらの地域では、地デジ送信所、中継局は2006年から2007年に経て整備されたし、開局50年をめどに、全道ネットワークの確立、中継局の整備イコール道内のほとんどで、市長可能化を目指していた。しかしバブル崩壊など、 道内の景気悪化による売上低迷で中継局設置コストが重くのしかかったことと1998年に当時の郵政省が地デジ移行を決めたことから1999年分の開局をもってアナログ中継局開局を中止その後も総務省が所管する地デジ移行に伴う中継局整備支援事業以下支援スキームと記述の制度が2010年に できるまで長らく襟拡大は実現していなかった。その影響から、例えば、帯広、釧路漁師では2011年に送信書が開局する前、ケーブルテレビを経由しての間接受信を強いられた。そのため、道内で発行される各新聞の番組表では、中継局がない地域で、一部地域では TEVH は受信できませんという正し書きがなされたり、 tvh の番組表自体を掲載していないケースも見られた。その後、地デジ完全移行後の2011年8月から11月にかけて、ばしり、帯広、釧路に送信所、ばしり送信所、帯広送信所、釧路送信所、北見に中継局、北見中継局を開局、これを川切りに中継局設置が進み、さらに支援スキームと、 当該中継局エリア内の地元自治体の支援により、2014年10月から12月にかけて、これまでアナログデジタルの両方が視聴できなかったうちをはじめとする、総や総合振興局管内の大半の地域で本放送が開始され、そして最後まで視聴不可能となっていた根室振興局、管内も2015年12月に本放送開始となり、一部未開局中継局、 本別、本別沢が残るものの、1989年の開局から26年にして、ようやく全道ネットワークが実質的に完成。また、釧路管内のしべちゃるるらんも2016年3月31日に開局した。青森県の津軽海峡沿いの一部地域でも直接受信が可能である。風間浦村では、風間浦村営協調システムで、 デジタル放送における区域外再放送を行っている。また、青森市の青森ケーブルテレビは、アナログ放送のみ2011年7月24日の放送終了まで区域外再放送を行っていたが、札幌本局の映像を光ファイバー回線で伝送、2016年3月1日、約4年半ぶりにデジタルでの再放送を開始した。 当面は試験放送の形で放送。テレビ、瀬戸内や TVQ 九州放送も、先発局に比べて中継局数が少ないため、アナログ放送では、放送対象地域内でも、南市町地域が少なくなかった。ただ、TVQ については2010年に、福岡県内全域の実質100%カバーを達成した。また、隣接する佐賀県も、 県域民放テレビ局が佐賀テレビの一局のみであることから徳島県同様に特例地域に指定されたことで TVQ を含む在福民放テレビ局全局を県内の全ケーブルテレビ局にて区域外再放送を行っている。その他山口県西部や大分県のほぼ全域、長崎県の一部でも直接受信もしくは区域外再放送で視聴できる。ただし 熊本県に関しては、荒尾市などごく一部の地域で直接受信が可能のほかは、地元局の同意が得られずに、区域外再放送を全域で行っていない。一方、テレビ瀬戸内に関しては、デジタル新局で開局した地域はあるものの、検討中、被害等地域も残されているため、全てカバーするかは不透明であるため、一部地域では、 アナログ放送に続きデジタル放送でも南市町地域が生じているところもある。支援スキームなどを活用したデジタル新局の中継局の設置もテレビ北海道とは異なり、現時点では2012年4月20日に開局した三間坂中継局を除き未定である。ただ、ケーブルテレビ局でならば視聴可能な世帯が多い。また、兵庫県、ハリマナラ園湾、 徳島県北部、愛媛県東予地方、広島県、備え地方、鳥取県の過半数、島根県東部の各一部地域では直接受信もしくは区域外再放送でテレビ瀬戸内を視聴することが可能である。ここまで述べたように TXN 系列局の視聴範囲が限られていることから、系列局がない地域での TXN 系列の番組は番組販売により、 各地の他系列局から時間をずらして放送されたり、BS ジャパンで放送される形となっている。番組販売の大半は、TXN 系列局の系列外への番半先へ、配慮するため時差放送されるが、報道番組やスポーツ中継などの生、放送番組は一部サイマルとなっているものもある。また地上デジタル放送の CATV での規制、区域外再放送の原則禁止により、 それが原因で減少傾向だった TXN 系列以外の放送局への番組販売が増えることも考えられるので TXN 系列局にとっては番班による収入が増えてメリットが大きいという点もある。しかし音楽、特に演歌関係の番組は共同制作番組である演歌の花道を除き関係団体との権利関係で放送されないケースがほとんどで 近年は音楽番組に限らずバラエティ番組もほとんどそうされない状況で、地上波番組の割合も当初の7割から5割を下回るほどに至っており、オリジナル番組、テレビ、東京共同制作を含む海外ドラマテレビショッピングの割合が多くなっている。ここまで述べたように、TXN 系列局視聴範囲が限られていることから、 TXN 系列の全国ネットワークは非常に少ない。したがって、テレビ、東京制作でニュースやゴールデンタイムを除くと、ほとんどがロカル番組となっているため、TXN においては、現在以下の番組に止まっている。余談だが、TXN は加盟する全局が現在、あるいは過去に、レギュラーの全国ネット番組の制作経験を持つ、唯一の系列である。 プライムタイムを除く時間帯はローカルセールス、いわゆる番組販売でネットスポンサーなし番組が他の4系列より多く、さらに月から金曜の祝日は東京株式市場が休みとなるため、平日のオープニングから6時40分までと7時58分、テレビ東京は9時11分から16時における番組が全て休止となるため、編成が 大幅に変更される。2011年4月以降、在京キー局系列で唯一平日午前枠、7時58分11時、および昼午後枠、11時30分16時の全国6局同時ネット番組は放送されていない。一方で、土日用の午前枠は、ネットワークセールス枠が多く設定されている。そのため、これらの番組は、TXN6 局および一部の 市場独立テレビ局と同時に放送を行えない状態になったり、一部番組でもテレビ、大阪などでネット放送できない状態になるケースが出るなど、TXN 系列内でも情報格差が生じている状態が続いている。ただ、一部番組ではネットワークセールスが行われているが、ヒットの秘密のように、全国ネットから関東ローカルに広格する番組も少なくない。 プロ野球中継も、日本シリーズでは2003年、大英阪神の第7戦、2005年、ロッテ阪神の第2.7戦、2006年、中日日本ハムの第4戦、2007年、日本ハム中日の第2.5戦、2009年、日本ハム巨人の第7戦、2010年、中日ロッテの第1.4戦、2011年、ソフトバンク中日の第2.5戦、 2015年、ヤクルト、ソフトバンクの第2戦の放送系を獲得しているほか、2005年から導入された、セパ交流戦の巨人絡みのビジターゲーム4試合、オリックス日本ハム戦、各1試合、ロッテ戦2試合を中継したが、リアルタイムでの中継を行ったつぼねが、系列各局と一部の地上独立テレビ局だけで、他の地域では中継そのものができなかったり、 あるいは深夜に録画ダイジェストの形式で中継せざるを得ないため、エリアの広い他局では見られるテレビ愛知、テレビ北海道の未放送地域の世帯をはじめ、地上派生中継を視聴できないファンから、晩半に重点を置く TXN 系列局への苦情も多い。また、通常 NNS 系列で放送する、はずの東京ドームの巨人主催試合も年月日と月日。 文は TXN で放送たため一部地域で視聴できなかった。中央競馬の土曜日の中継もウィニング競馬として主に TXN 系列で中継しているが近畿地方では k b s 京都が1969年の開局以来競馬中継を放送し1970年のテレビ東京当時東京12チャンネルの競馬中継開始後は それとの連携を開始したことにも配慮し、テレビ大阪では開局以来競馬中継を放送せず、またテレビ愛知も2012年4月から放送されていないため、現在はこの2局が競馬中継を放送していない。現在、テレビ東京の放送時間の15時台では、テレビ大阪でサスペンスドラマの再放送を、テレビ愛知で土曜スペシャルや日曜ビッグバラエティの90分縮み版を、 放送する土曜プレミアをそれぞれ放送している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。